とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使ってみようと思います。かわいいね。軽快な亀の防具です。エンチャントがヘルスシナジー、クールダウン、毒フォーカスですね。それに、覆われた怒り、リフレッシュ、吸血、クリティカル、アーティファクトシナジー。これをつけていってます。まあこれ回復がリフレッシュ、吸血ついてて、生存率が高いんだよね。で、さらに、この軽快な亀の防具、25% の回復ブースト。回復が 25% アップする能力がついてます。なので、ヘルスシナジーで、一回アーティファクトを使うごとに、13万3000回復します。で、さらに、吸血で HP を回復した時にも、プラスで回復していくことができるので、これは強いんじゃないかなと思いますので、やっていこうと思います。今日の、デイリー、ここがね、まあまあいけそうなので、行きましょうか。HP は 30% 減少しますけども、まあまあまあ、大丈夫でしょう。行こう。では、行きましょう。あ、なんかこれあれだね。バブルバースター、軽快な亀、覆われた怒り、全部、深海エリアで出るやつばっかりだ。なんかそういうのをね、仕組んであるかのような性能になるか。いや、そうでもねえな。ちょっと待って。いやいや、ちょっときつかっただけか。うんうんうん。回復する回復、めっちゃ回復する。むちゃくちゃ回復する。ただ、これ、毒ダメージで、倒した時は回復しないんだよな。なので、そういう時は、このぴょん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 やって、回復を図ろう。うん。なんせね、一発回復すると13万、ちょっと回復するんで、全く問題ないでしょう。生存率はもう抜群。のはず。動かない。動かないぞ。これね、戦い方が分かった。基本、こう、ぴょんぴょんやって、で、アーティファクトシナジーが入ってから攻撃していく。そういう感じが、ベストだね。うん。ダメージが全然違う。このシナジーを入れた時が。なんで、そういう戦い方を、ちょっと慣れなきゃいけないな。ぴょんとやって、ドンと倒す。そんな感じで、行きましょう。ちょっと慣れないな。若干慣れが必要になるけども、まあまあ大丈夫でしょう。HP むちゃくちゃ回復する。すっげえ回復する。でもこれあれだね。やっぱり、怒りは特に、トゲが来た時が死ぬんだよね。まあまあ、それは仕方ないよ。何にでも、やっぱりね、弱点はあるもん。残念ながら。弱点は何にでもあるんで、仕方がないっす。そこはもうね、考慮していかないとダメですね。このバブルバースターは変更に弱いし、一発がでかいやつはもうどうしてもトゲに弱い。それはもう仕方がないじゃないか。しっかりとね、敵のエンチャントを見て判断していくようにしないといけないね。まあ、その急な判断がなかなか難しいんだけどもね。で、今回 HP が 30% 減少してるんだけども、お、それを全然感じさせないね。なんでだ？多分あれだよね、30%、35% か。のダメージ軽減がついてるのと、やっぱりあと回復だよね。それで全然 30% HP が減ってるような気がしない。素晴らしいね。うん。で、なんか今ね、ちょっとね、あ、これあれだなって思ったのが、ウィザーのアーマーと、まあ、性能的には似てる。うん。ウィザーは HP を吸収するから回復なんだけども、こっちは、回復量自体が増えるんで、まあまあ好き好きかな。俺、こっち全然いいと思う。使った感じ全然、ウィザーともそんな変わりもないし、強いね。あと見た目がいいね、こっちは。ウィザーはなんか真っ黒で、ちょっとなんか地味な感じなのよ。こっちはね、顔にね、亀さんがついてて、
ちょっと可愛らしくて好きだな。おお、これ性能結構いいよ。かなりちょっと気に入るかもしれない。これはね、もう何が来てもいけそうな気がする。キャプテンいないか。だいたいこうキャプテンは少なめなんだよな。いてくれないかな、キャプテン一体ぐらい。よっしゃ、ボスの直前まで来ました。まあ死ぬことないね。うん、まあ、途中でね結構ヤバめのエンチャントのやつとかも出てきたけども、対応がやりやすい。うん、本当にね対応がすぐできるので死ぬことがないね。これはそうね、エンチャント次第ではウィザーよりも良くなる可能性はある。うん、まあまあ大体はウィザーと同等かな。でもウィザーはまあまあ HP 吸収しちゃうんで武器を選ばないっていうのも、うん、良さであるんだけどもそうね、それを考えるとウィザーよりも下なのかな、これは。でも見た目も好きだし、まあ揃ってしまえばウィザーと同等ぐらいの強さになるので、これめちゃくちゃいい。うん、じゃあボス行きましょうか。ボスは、ドラ使っていこう。うん、ダイナモ付きの怒りを使っていけば、早め倒せるんだけども、今回はそうでもない。おお、痛い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 。ちょっと待って、アーティファクトシナジーで回復するわ。アーティファクトシナジーで回復、これすっごい、素晴らしいね、やっぱりね。まあまあ、他の防具でもね、アーティファクトシナジーは、使っててねすごくいいっていうのは分かってたんだけども、回復量が増えるっていうことはすごくいい、使いやすい、めちゃめちゃいい。よっしゃ、うん、やっぱり火力特化の怒りじゃないのであれだね、こんな早くは倒せはしないか。あー、ラグっちゃダメだよ。おお、素晴らしい、ファンタスティック、いいね。いやでも回復するから死なないよ。あと一発ぐらいか。あ、いや、もう倒せるな。毒でじわじわ行こう。毒で。よし、オッケー。いいね、いいね、いいね。いや、毒でじわじわよりも、もうそのまま直で殴ったらいいか。早い、早い。よし。いいね、素晴らしい。はい、ということで今日はこの装備、軽快な亀の防具、ヘルスシナジー、クールダウン、毒フォーカス使ってみました。まあ武器に、回復系がついてないとちょっと使えないと思うんだけども、全然良かった。ウィザーと使い心地としてはほぼ変わらないぐらいのいい防具でした。でもまあまあ、武器の厳選なども必要になってくるので、ウィザーよりはちょっと使いにくいのかな。でも性能としては揃えば最高です。めちゃくちゃ良かった。あと見た目だね。見た目が最高に可愛いので、俺これ結構使っていくかもしれません。結構気に入った。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。